田中鈴木おお、え、スタート。おお、8月16日からプレイステーション4、ニンテンドースイッチ、Xbox One 用ソフトといたしまして配信スタートとなりました、うん、ソニックマニアをご紹介いたします。ゲストはこの方です、どうぞ、うん、はい、ソニックマニア日本版のローカライズを担当してますセガゲームズの近藤と申します。今日はよろしくお願いします。ローカライズ大変、ローカライズ大変、ローカライズ大変、大変ございまして、なんともう去年ソニック誕生から25周年。そうなんですよ。25周年。もう25年経ちました。もうほぼ僕の芸歴と変わらないですね、本当に。そうなんですか。芸歴と変わらない。え、俺の芸歴と変わらんよ。もうソニックが出た時に俺は松竹の養成所入ったんよ。それぐらいってことで、さっき言うて。ソニックと共に。お成長してきたのか、一緒にはっきり言うて、まあ芸能生活転がり倒しですね。うまいソニックだから。やったよ千代丸さん。新アタックだ、来た。ということで、はい、まあでもさっきちょっとあの昔の映像見てるだけでもう見てるスタッフも我々もそれからね視聴者のみんなも結構ざわついてましたけど、わーみたいな、やっぱりその時代時代のみんなソニックどっかで、はいね、やっぱり体験してるんですね、うん、はい、それではちょっと気になるゲーム内容ですが、はい、どんな感じなのか教えていただきましょう。はい、うん、ソニックの最新作になるんですけど、今回のソニックマニアは、はい、ピクセルグラフィックで描いていまして、ピクセルグラフィック、はい、2D クラシックソニック待望の新作になります。おお、で、ステージ内容としましては、あのソニックの原点ともいえる、はい、ソニック・ザ・ヘッジホッグ1、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2、うん、ソニック・ヘッジホッグ3、アンド・ナックルズ、あとソニック CD、これらの、ゲームから人気のあったステージをピックアップして、で今回そこの中に新たなギミックとか、仕掛けとかをいっぱい盛り込んでこうリマジンしてますね。リバイバルステージといいますか。だからもう完全に移行しただけじゃなくて新しくいっぱい作られてると。そうですけれども、あの時代のあの風景のまま、もう昔遊んだ人が、あ、懐かしいと思いつつも、え、こんな新しい仕掛けがあるのっていう驚きがいっぱいあると思いますね。それだけではなくて、はい、もうソニックマニアのために完全に、神経作ったステージも収録しています。これはちょっとドキドキですよ。もう大丈夫かな俺。もうおっさんやからもう動体視力が早いからね。早いですね。早いですけど、リハーサルやった時誰一人できなかった。でもその難しさがやっぱソニックは面白いので。そうですね、はい、昔はデジャーなんかの人の顔ぐらいって分かってんけどな。マジで？それは嘘だよ。頑張れ元気か柳がっていうぐらい、こう見えない。古くてごめんね。やったよ千代丸さん。ということでね、何度も言うな。じゃあちょっと実際にプレイをしてみましょうということで、痛い。ちょっと待って、なんでこれ俺の名前ないの、なんなんこれ。なんで。あ、でも時間があれば柳原さんもぜひ。時間があればなんでカンちゃんがやんの。カンちゃんやってたの。はい、いや、ちょっとだけ得意なの。頑張りまーす。カンちゃんおっとりしてるで。これ選ばれし一番おっとりしとるから。嘘は突き通した方がええ。カンちゃんの選ばれし一番ゆっくりしとんのに、うん、頑張りましょう。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、あの1日12時間くらい表でやろう。のんびりのんびり。はい、あれ今回お見せするのは、まずはグリーンヒルゾーンですね。ソニック・ザ・ヘッジホッグ1の一番初めのステージで、まあ、できる。もうピクセルグラフィックだけで本当再現してますね。カンちゃん、はい、カンちゃん、うまいですね。カンちゃん、すごい。カンちゃん、
コントローラー持つと性格変わる。感動じゃなくて？感動じゃなくて？ほんまにカンちゃんがやってるのか？カンちゃんがやってるのか？実はジョセフ・ジョースターがやってたみたいな。本当に上手いですね。ハッピーとパープル。ピンダッシュも使いこなしてますよ。カンちゃんなんで知ってるの？カンちゃん、カンちゃん、本当円滑に。うまい。サクサクプレイ。カンちゃん。あれ実はテイルスを引き連れてるときは、協力プレイでそのテイルスが、はい、トニックを引っ張って空飛ぶこともできるんですよ。ここはですね、スピンダッシュで使えばあの壁を通り抜けることができます。へー、でカンちゃん、カンちゃん、カンちゃん、どこ行ってんの。いやでもすごいよ、アイテム取って。なんでカンちゃんを一番最初にしたの。この後のプレッシャーが。カンちゃん、うわカンちゃん、めっちゃ面白そう。カンちゃん、カンちゃん、カンちゃん、カンちゃん。これだからリングを持ってたら何回食らっても大丈夫ですね。そうなんです。1個でもリングを持っていれば、はい、ダメージ受けても散らばるだけだと。そうです。カンちゃんどこ行ってるの。初心者にも優しい設計になってます。このピンボールみたいな感じのこの動きがいいんですよね。はい、ね。本当もう昔ながらのメガドラ時代のソニックを本当そのまんま入れてますね。これは左の方で、ここは左、 あ、 こっちで、あとはもういいですね、流れに任せて。やばいやばいやばい、おおすごい。あでここに来たらボス戦です。ボス戦早っ。カンちゃん誰よりも早い。カンちゃんもうちょっと番号のこと考えて。ごめんなさい。カンちゃんが一番やばいです。これはどうやって攻略したらいいんでしょう。これはですね、実は敵の今のバリアか。カンちゃんない、赤くなってない時に敵にダメージを与えることができる。うわ、早っ。カンちゃん、もはや説明はいらず、なんか高等テクニックみたいな。低空アタックみたいな。あ、はいよ、そういうとこも見せれるのね。いいよ、いいね、うまいですね。ピンチ演出できるのね。あ、ゴー、早い、早い。カンちゃん、カンちゃんめっちゃ早いんだけど。めっちゃうまいやん。めっちゃうまいよ。正直予想以上ですね、本当に。この後ずっとカンちゃんにやってもらいます。次のステージはリゴさんにお願いします。ぜひお願いします。これカンちゃんやってた。めっちゃうまいな。カンちゃんもうすでにカンちゃん助けて。ちょっと待って、下を押して、そうです、下を押さこうなって、ボイーンと、気持ちいい、気持ちいいですね。スイッチ版をやってます。ありがとうございます。カンちゃん、なんかコツみたいなのありました。カンちゃんね、カンちゃんじゃなくて、カンさん、いやいや、ちょっとカンちゃんに混同されてて、カンちゃんじゃなくて、もうさっきのプレイが上手すぎて。回って、おーら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 、途中でジャンプもできるんですね。できます、できます。これは何、なんかに弾かれてるね、ボインって。ちょっといやらしいとこに、はい、右に。やばいやばい、トゲなんでこんなとこにトゲ置くん。ちょっと意地悪な絶景を。助けはカンちゃん、ここにもトゲ。助けはカンちゃん、クレーマー近藤さんみたいな。ことごとくトラックに。トゲトゲって。あ、でもこのまま右の方にどんどん進んでいただいて。あ、これやっぱスピードがあるからなかなかこう見えにくいですけど。そうですね。どうやなちゃん、動体視力出てきてる。いや、なんか分からへん、涙が止まらへんねんけど。ねえ、ずっと開けますから、ね、なんかなんこれ。トニックさん、音が楽しいね。はい、うん、音楽いいですね、気持ちいい。楽曲もオリジナルの曲を今回マニアではリミックスして入れてます。そうなんですね。他のステージも本当にかっこいい楽曲に、はい、なるほど、なるほど。こういって、こういって、こういって、そう、どうかんちゃん。いいですね、かんちゃん、かんさん。カンさん、どうすか。年下やね、カンさん。あ、でもすごい円滑に今進んでますね。すごいよ、カンさん、近藤さん。なんであのとこに行くなよ。クレームは近藤さん。おかしいよ、いや、難易度は昔ながらのを置いといてるんですよ。そうなんですね。あ、ボスや、来た来た来たよ。おー、来た、ロボ来たよ。実はこのボスキャラクターはデスエッグロボといって、あのオリジナルのソニックザヘッジョッグ2ではラスボスだったんですよ。ああ、これがもういきなり初めのステージ出てくるっていう。あ、後ろ入っちゃいましたね。あ、下通れます、下通れます。俺の手下みたいになってます。引き連れてる感じですね。これ抜けれるんですか。抜けれますね。これは頭の方を狙えばいいのかな。そうです、頭の方でうまくその伸びた上に乗って、あ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 、
関西ちょうどテイルズが引っ張っちゃったなるほど ね、 だからこの誘導させてどうですよね。そうです。あ、今いい感じです。これで乗ってもう一回、あー、うまい、先端に、あ、でも段差を使えば、あ、行ってきました、行ってきました、あー、もうこれジレンマだ、下とで出て出て出て、で段差をうまく使ってジャンプで、おー、いいですね。あ、ちょっと、イカ取ろう、イカ取ろう、あー、リングだ、いいよ、ここ攻撃チャンス、イカリング取って、イカリング取って、あ、いけて、なんか速くなって、あ、本気出してしまって、あ、でももう、あ、いった、おめでとうございます。ちょっと待って、先生、僕やりました。あとは上のあれを押せば終了です。あ、懐かしい、これもそうなんですよ、ちっちゃいね、動物がいっぱい出てくるんです、ちょっと待って、みんな2人がねサクサククリアするからね、ま、今8分でしょ、いやでもカンさんのちょっと参考にさせていただいて、無理やね、円滑に進んでますね、皆さんまで回しましょう、みんなでバトンを、あ、なんか2人で何どっちがやるみたいな、いやもうちょっと俺これ自信ないから、ランコにやるって聞いたらは結構厳しい、はみたいな、恥かくお前だけでいいんじゃない、調子は。じゃあ次はせっかくなんで、完全新規のステージの方をお見せできればと思います。完全新規か、あとキャラクターもちょっと切り替えて、今回ソニックマニアはソニック、テイルス、ナックルスの3キャラクターで遊ぶことができるんですけど、次はじゃあテイルズを使ってお願いします、はい、あら、じゃあ山本が、はい、ではお願いします、はい、ここからはさっきほどみたいにサクサク進むのないのでそれからテイルズですね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、こいつのキャラクターは。これソニックの相棒で、尻尾いい、尻尾が、尻尾の動きめちゃくちゃいい。じゃあテイルズが飛べるんですよ。え、これもできんやん、これ飛べるの、でもずっと飛んでると疲れちゃうんですよね。可愛いな、疲れてるアニメーションもめっちゃ可愛いんですよ。疲れてずっと A ボタンずっと押してて、見てください、そのまま押して、もうちょっといくと、あ、押しちゃった、押しちゃったらダメなんですよね。あ、なるほど、もうちょっとしたら、あ、結構タイム差になりますね。意外とスタート、あ、バイバイ、ただハグハグしてる、こっちみんな、いいみたい、じゃあもうそのまま右の方に進めばいけますね。これはスタジオポリスって言って、完全新規のステージなんですけど、あ、いいですね、夜のブロードウェイをテーマにしたステージです。これ背景のドットすごいな、すごいすごいね、わー、すごい、いいっすね、あ、すごいすごいですよ、でもこれが気持ちいいんですよね、やってたら、はい、めっちゃ気持ちいい、これ初めはちょっと敵キャラとかにいっぱい当たってしまうけど、ステージを覚えておけば、おピンボールだな、これ、あ、楽しそう、うまく待ってますね、めっちゃ楽しそう、あ、入れない、これこの、あ、リングいっぱい届いた、あ、どんどん右に、はい、行っちゃいましょう、怖い、下、飛べ飛べ、あー、危ない、やめて、電車の、そう、後ろもステージになってて、ぐるぐるぐるん、めっちゃええ調子じゃないですか、うまいやん、あ、いいですね、こういうとこに置いてあるんですよね、トラップが、そういう時は近藤さんって言わなかった、あ、いいですね、ええな、ちなみにこれ壊すと、あれですよ、ちょっと壊せる、これダメージ受けたんですよ、最悪や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 、さすがいらない、コンドーンですよ、やってみてくださいやないですよ、ひどい、でもリング持ってたからミスにはならない、せやけど、いや、そうだけど、これも背景とかすごい面白くて、ピクセルグラフィックなんですけど、本当見ていてすごい楽しいと思いますね、これも面白いです、なにこれ、ポップコーン、ポップコーン、おー、トリペリペリ、かわいい、あ、やばい、これ敵だった、なんかね、ギミックに見えちゃうんですよね、あー、なるほど、敵も結構こだわって作ってるので、入るな、ここか、あ、その辺、これ入るな、もっと上行けば、あ、いいですね、入るな、テイルスだったら、あ、ちょっと、あ、これだ、ポイーンって左行って、つま先がかわいい、ポイーン、ポイーン、おっと、
あ、これもさっきと これダメないっすか。危ない危ない。実はエッグマントラップですね、さっきと。これも右にどんどん進んでいきましょう。そうそう、ボスじゃないですか。もうちょっといったらそうですね。うぇ、ね、ポンポン。あ、この椅子を。ちょ、待って待って、危ない危ない危ない。ちょ、待って待って、ちょ、待って待って、ギタープラットフォーム乗って、危ない危ない、これも左でいい。何やけ、楽しんでる。ごめんごめん。そっちじゃないよ。でもこれテイルだったら飛んでいけますね。こっち行こう、こっち行こう。はい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 。テイルは光っ、お、あ、これもさっきの。もう一回。お、パプカーン。かわいいな。結構見ていて楽しいステージだと思いますね。ここもテイルだったらショートカットできるんで、上に飛んでいって、この車の中入ってください。面白いこと。中継車なんですけど、うん、左から右に行くと、これもギミックで、電波になって移動。電波にされてるやん。電波にされて、いろいろなルートがあって、その1回プレイしただけじゃステージ全部遊ぶことができない。何度もプレイして、何度も新しいルートを見つけて、楽しんでほしいですね。あら、危ない、それチクチクやで、それ。あ、そうですね。左飛べば確かに。ちょ、待て待て、それ何回やったんだよ。あ、リングゼロなんで気をつけてください。え、あ、イカリング。ちょ、待て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 。おお、あ、でもいい、このまま大丈夫。落ちていいのかな。落ちて、待て待て、ごいごいごい、待って、ここは安全地帯なの。やべえ、楽しそう。これもトイレ、ね、トイレじゃない。トイレなんでこんなかっこいい人あるんですか。うわぁ、気持ち悪い。危ない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 。ちょうどうまく取れた。これはなんだ、これ上に伸びるやつか。椅子に乗れば、ウィーンって。あっ、あぁ、びっくりした。あれもいい感じですけど、もう少し。なんか危ないな。で、そのまま進むと、すごい、ボス戦ですね。これ理解してない。ちょっと後ろ下がって様子見た方がいい。ミサイルが飛んでくるんですけど、赤に当たってダメです。赤はダメ、赤は飛び越えて、赤飛び越えて、青にうまくスピン、あのジャンプアタックを当てれば跳ね返せるんですよ。そうです。あ、赤来てる、赤来てる。赤は当たってダメです。赤は当たらず、青が敵に攻撃してくるんで。やばい、矢田ちゃん動体視力が追いつかない。いや、動体視力のない柳みたいな、やめて。あ、でもいいっすよ。来るで、来るで、来るで、ミサイル。よく見極めて。あれ、赤二つきますよ。あ、左青から、青から。あ、でも赤の方が早いから、気をつけて。当たってる、当たってる。溶け込んでる、溶け込んでるよ。あ、溶け込んでるから。青が来てる、来てる、来てる。遊んでるみたいになってる。これはですね、ジャンプ1回押した方がいいですね。2回押すと飛んじゃうんですよね。あ、リングねえよ。あ、リングない。リングない。あ、いい感じ。あ、ちょうど赤と重なって、赤が手前、赤が手前だったんですね。お、いけるいける、いけるいける。一回チャレンジ。すぐボスからだと思います。チェックポイント通ったんで、ミスしてます。ボス手前から。一回ジャンプ押せば、その回転状態になると思うんですけど、それでミサイルに当たれば、青だけですよね。後ろのやつは無視してていいから。下がって、これは避ける。なんで当たりに行ったの。あ、うまい、いいですね。あ、違った。これ跳ねた動きもね、難しいんですよね。難しいですね、結構ちょっと。もう最後の。じゃあ最後のラストチャンス。ラストチャンス。ラストチャンス。うまいかない、うまいかない。うまいかないな。推定やればいけると思いますね。そうですね。はい。じゃあ、隠れや。まずは、隠れかな。いきなり青。青、きつかった。でも赤、赤抜いちゃった。あ、危ない。いいよいいよ、いいよ。無理しなくて、無理しなくて。捨てたらいいんだよ。いいよ、いいよ。青くよ、青くよ、青くよ。今、これで押して、押して、飛んで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 。いいですね、その調子で。超面白そう。超やりたい。このはちゃめちゃ考えて。あ、リング押した。あ、いい。やばいやばい、バン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 。出てくるよ。一回ジャンプ入ってくださ い, い, い。ゆっくり落ち着いて。どっちかな。赤来た。赤来たよ。赤はジャンプで。青ちょっとやってやってやって。
下の方、下の方、下の方。よし、いいよ、いいよ。回転。もう一回。おー、いいですね。よし。あー、ちょっと待って。あー、ちょっと待って。あと1体。あと1体。大丈夫か、ゴールにならない。大丈夫。あと1機じゃないこれ。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだおるな。まだいますね。でもさっきと同じようにできば。頑張れ。涙出てきた。赤いそうですね。飛んで地上に降りて。あ、これ重なってるから危ない。無理しな、無理しなくてもいいよ。無理しなくても。あ、疲れちゃった。無理しなくて、無理しなくていいよ。あ、来たよ。あ、これチャンスです、チャンスです。回転。赤赤赤赤。赤赤。そこ、くる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 。くるくる。くるくるくる。できない。ダンキなくなっちゃいました。皆さん自分でクリアしてください。いやでもお疲れ様でした。面白そう。ではいやせっかくなんでね、もう一機ステージ。やなちゃん行きましょう。いけるか俺。惜しかったですね。ケミカルプラントっていうこれはどれがどれでしたっけ。A と B でジャンプで、あとはもうこれ移動だけです。そこからそこから。じゃあいつでも、はい、お願いします。どの画面。目の前の画面でも、あ、ここかな。ケミカルプラントといってソニックザヘッジョッグ2のこれも人気ステージですね。化学工場をテーマにして結構悪名高い水中のところが出てくる。ありましたよね、あの呼吸できなくなるやつ。そうなんです。怖かったな。泡が吹いてね。そうなんですよ。カウントダウンが始まるんですよね。そうだそうだ、あのカウントダウン。怖い怖い怖い。あ、でもいい。あ、あ、うまいです。ちゃんとでもリングを持ってれば早い早い。あ、いいですか。いいですね、左で、はい、早いよ。流れに身を残す。やるじゃん、無言だよ。あ、これ水の中入るパターンですね。あ、これ落ちます。落ちたら、あ、落ちた。実はあれ床が回転して落ちたんです。はぁ、あ、知らんし、そんな言うてくれだ。知らんよね。結構しわ。初めはミスをしても、その、まあ、なんとかクリアして、で何度もプレイしていろいろ覚えてから、あとはもう円滑に遊べるようになるっていうのがソニックの特徴の一つだと思いますね。攻略法を見つけていく感じなんですよね。そうですね、はい。もうそしたらもうあとは時間との、あ、水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 、あ、挟まれた。水回りが難しいんですよ。挟まれてもダメなんだ。挟まれると知らん情報ばっかりやし。やめた、最後だよ。飛びたいし。掴まれるとリング持ってても死んじゃうので、そんなさっき言うとおりつめる。これ毎回やる。変なとこに置いてあるんですよ、スプリングを。頑張れって。息継ぎポイントを探すのが楽しい。なんだなんだなんだ。山田勝美さんに。どうするんですかね。一回見せまらすけ。あ、そうです、スピードになればいけますね。あー、オーセーブ。あ、いい感じです。このまま右に進んでいきましょう。いや、これなるべく陸で頑張れ。これっていいの。左左でも大丈夫ですね。さっき死んだよ。上の方が優しいです。上のルート行こう。もう騙されない。頭が抱えてる。あ、でもこの状態でジャンプボタンを連打して、それですね。下を押さえながら、でこれね、で下を離せば、で上にジャンプ、上にジャンプ。ああ、これもサスケだったら終わってました。左行こう。左、もう一回。左から行きそうない。左行きましょう。ああ、届かない。もう一回、もう一回、もう一回。左行くんかい。ちょっと待って、これどうすんやったっけ。これ降りてんのね。降りてん。こっち、ほんで左です。これ死ぬやん。いや、大丈夫ですよ、行けます、行けます。あの青いの、今です、今です。で、これ気をつけてください。あのこれ落ちますんで。これ今、今落ちる、パタパタ、今落ちる、これ今乗れる。パタパタ。あ、言うたやん。あー、これすいませんでした。言うたやん、今だって言うたやんか。すいませんでした。すいません。加速が足りなかった。こんちゃん、こんちゃん、水の中やねんから。無理やから。水の中のことを計算忘れてました。まだいける。じゃあもう一回。
俺がどんだけ手びちょびちょ走らもう一回行く。じゃあ今度はおすすめのルートを教えながら、うん、リクルート、はい、リクルートリクルートじゃなでは進んでそのまま進んで大丈夫です、大丈夫です、そのまま行ってください。こんちゃんおすすめのルートこれジャンプで、おーおーいいですね、何のいいもの上にあったんだ。でそのまま進んでください、進んですごい一回止まって下を押さえながらジャンプボタン連打 で離して、そうです、そうです、いいですね、これは上を、あ、右で右行きましょう、いいですね、いいですね集中してます、ね、まだリカバリーできます、ポイント取ったんで大丈夫です、 あれが中に入った瞬間に行け、無敵中に行け、あ、一回ちょっと戻りましょう、あ、いやいや、そのまま行ってください、そのまま行ってください、じゃあ、下はダメだ、もう一回上に行ったら下を押さえてA ボタン連打してで離して押しっぱなしで、でジャンプ赤の当たった、オーケー、超えました、これで上のルートに行きました、これで優しいルートね、優しいルートですね、よかった、これをまたジャンプに、もうちょっとで45歳だのにあー行きましょう行きましょう、懐かしい懐かしい、パイプで見たかこんちゃーうまいです、これでこれで右です、右で気をつけてください、こいつ掴んでくれますからね、え、マジ、そうでしょ、やばいやばい、これやってね、こいつ人が行こうとしたらこの動き、ああテイムシバ、もう警察行きましょう行きましょう行きましょう、戻ってこい自分で、そのまま行って、ここがちょっと難しいんですけど、落ちちゃう、落ち着いていきましょう、ゆっくり上に上がっていきましょう、はい、こうゆっくりやると、まず右に、上の段に乗って、それに乗って次のやつにうまく乗って右乗って、ひどいよ、どうしたらいいんだよ、あんなの、あそここのステージ一番難しい、ゆっくり行きましょう、これ出るぞ、あ、はっ、行きましょう、落ち着いて、登って、あー、まだ途中だっけどうしたらいいね、これ手挟んだんかな、これどうしたらいいね、ここは難しいんですよ、うまくあのブロックの上に乗ってっていけば、あ、最後だよ、落ち着いて、行きましょう、これ最後だよ、この右に、これ、来るんで、あ、だめ、3回挟まれました、終了でございます、お疲れ様でございました、ソニック王座飯みんなとても難しくて楽しいよ、こうやって世界があるよ、これはむずいわ、昔のゲームっぽく難易度はちょっと昔のまま高めには置いてあるかもしれないんですけど、まあ、何回もプレイしていただいて、あそこで止まろう思ったけど止まられんの、はい、難しいですよ、そう、いやーこれすごいわ、これは親子で楽しめるな、ぜひ、じゃあちょっとここで最新情報、ね、お願いします、はい、じゃあちょっとこっちの方、おい、ちょっとランちゃん蹴るなよ、蹴るな、ごめんごめん、ちゃんとやれよって言って蹴るなよほわ、ランちゃんほわはい、じゃあ告知です、ソニックマニアの配信を記念した Twitter プレゼントキャンペーンを今行っております、ですね、こちらですね、ソニック委員会公式 Twitter アカウントをフォローして応募用のツイートをリツイートしてくださった方に豪華商品の方をプレゼントいたします、まず一つ目はこちらですね、ソニック25周年アートブックの限定版を5名様に、すごい、じゃあ次のスライドお願いします、うわ、あともう一つは、Amazon ギフト券1万円分をこちらも5名様にプレゼントいたしますので、皆様ふるってご応募ください、すごい、はい、ありがとうございます、さあということでね、もう言ったらね、もう昨日ね発売だったばかりの、ね、はい、だから全面クリアしてなかったなって人とかもいらっしゃるんで、これを機にね、今やったらいけるね、頑張ったら
すごい覚えたな。面白いものになってますので、間違いない。はい、じゃあちょっと最後に、ね、ファンの皆さんに、それから初めてやる人にもちょっとメッセージ、本田さんの方お願いします。はい、ソニックマニアの、ソニックマニアなんですけど、うん、やはり、メガドライブ時代の、ゲームプレイをそのまんまに、最新ハードであるプレステ4、Xbox One、任天堂スイッチで、用意しております、うん、昔遊んだ人たちであればあ懐かしいと思いつつも、まあ、びっくりするような仕掛けが本当にたくさん盛り込んでます、もうゲームを作ってる人たちがソニックのマニアなんですよ。あ、そのソニックのマニアがソニックのマニアに向けたゲームになっている。それでソニックマニアというタイトル。なるほど。ただその操作性自体も本当に移動とジャンプボタンだけっていう本当にシンプルなものになっていますので、まあ、ゲーム初心者の方ですとか今まで、2D クラシックソニックを遊んだことない方もぜひ これを機会に、ソニックマニアで 2D クラシックソニックの面白さを知ってほしいと思います。はい、ぜひとも、スピードに乗った時の爽快感ね、すごいですよね。めちゃめちゃ年下のカンちゃんに見たかっておっさん言うてもらったぐらい気持ちよかった。そしたらカンちゃんすごいって言ってましたからね。でもランコが何回も蹴るんですよ僕は。蹴ってないでしょ。ちゃんとやれよ。そうか。目力あるよ。目力あの顔で睨んできよるからね。声出せや。何のためのピンマイクということでございまして、ぜひぜひ皆さんでもね楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、ということでこの時間はソニックマニアをご紹介しました。近藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。面白い。目指せない冒険、ね